ご視聴ありがとうございます。モリーファミリーちゃんとさっちゃんです。稼ぎが止まりました。しっぽりもしっぽりやけど、温度下がってきたな。下がってきた。 13.9。 ああ外ね、うん、今車の下に入れてる。湿度11度ってやばいよこれ。一応川沿いやの。ああ空気乾いてるとこの話。川だ。Sweet laugh, big heart, smile that can light up the dark. Strong faith, close family. うん、だね。じゃあこの位置で一回タープ立てようか。じゃあここにあのあれ置くね。テーブル。うん。こんにちは。泊まれるコレクター良い日でございます。本日は笠置キャンプ場入口にてラーメン屋良い日として営業させていただいております。お疲れ様です。ただいまより生ビールの移動販売も始めさせていただきます。ぜひご賞味ください。よろしくお願いいたします。皆様本日もナイスキャンプを。
ヨイチも言ってる。え、そうやで、前回も言ってたで。テントとタップ張り終えて、はい、どうぞ、お席どうぞ。やっと落ち着いた。ね、ちょっと失礼します。めっちゃ喉が。あんま冷えてない。おかしい。まず今回、モーリーファミリー、忘れ物したはい、いつも通りですね。忘れ物しちゃいました。今回はね、ちょっとまた新装備を持ってきたんですけど、うん、そっちに気合い入りすぎて、大事なものを忘れておりました。うん、あのね、まだまだちょっとね、夜寒い冬キャンプになるので、まあね、今回おこもりのロッチテント持ってきて、おこもりさ、ゆっくりぬくぬくとしようやっていう話やったんですけど、なんか、なんだろうね、バタバタしてたわけでもないね。うん、なんか多分確認ミス。疲れた。なんかチェックシートがね、毎回用意しよう言ってて、それを言ってるのに忘れちゃうから、今回、あの、ロッチテントにね、いつもあのスノーピークのランドロックのね、インナーマット、ちょっと分厚めのね、引いてるんですけど、唯一の好きはまだこの白いやつが。そうだね、これは乗せっぱなしだったから忘れなかったんだよね。なんで下ろしたんだろう。まあそれ以外の装備、ヒーターですとか、あの、まあ毛布とかやったりは忘れてないので、まあ大丈夫かな。どうかな。年末以来です。外にするのもありやけど。かわいいな、おい。はい。俺持って。後ろ見て、後ろ。後ろ見て、順番待ってます。なんか順番待ってますよ。うん、今回シェルコンね、いつもは2つ持ってきてるんですけど、じゃあ持ってきてるんじゃないいつもは車に3つ積んでるんですけど、結構ね、キャンプの時は2つ出すぐらいなんですけど、今日ちょっと3つ出して、高さ出してね、ちょっと中に入れるものが多かったんで、こんな感じです。と IGT でキッチンと、なんかいろいろ小物置いちゃってるね。とテーブル、今これよっちゃんがおやつ食べたやつね。ゴミがね、よいしょ、ゴミがこっちだ。こちら、テーブルさん IGT ロングでございまして、そっち地べた座り、こっちは椅子座りとなっております。はい。寝床はね、こっちです。今回ね、こう下がってるんですよ。私側に。こんな感じでちょっと下がってるので、頭は向こう側です。本日もファンヒーターを持ってきましたので、ファンヒーターで、一酸化炭素警報器。今はね、使ってないからゼロで、うん、合ってます。よし。まあ、快適おこもりこんな感じかな、今回。これがいい。よいしょ。これで、これでお兄ちゃん出られる。お兄ちゃん、ラブが走る。おちびの方が賢い。一泊とかじゃ絶対。一泊でこれは厳しい。一泊。
寒くなってきた。おぬしが寝てるから。おぬしも寝てるのかな。さあ、今回お初です。こちら新しく購入いたしましたポータブル電源マキシロン、マークソン。メーカー3名こちらでございまして、見た目がねあれに似てるよね、 EF デルタね。でこちらを今から使って、何でする言ってた、 AC 下、あ AC つきました。シガーソケット刺さってるな、これか、これでDC、 うん出た。でインバーター光ってます。ヒーター突き上がりました。寒いからしばらくこの前に、うん、あやね、うん、お急激に 1% 減った。うん、ゼロ5とか、うん、せやな。こっちローやんな。こっちがハイやから。はい、よし、じゃあローにしておきます。ローでいい。ローでいいですね。よいしょ。うん。こんな感じです。よいしょ。ただいま。いや、え、なんでこんなに黄色いんだろう。これのせいですか。え、そうですか。鍋つゆがね残ってるので、今日は使っちゃおうと思います。持参した鍋の具材は豆腐、しめじ、クリア。あとね、最近カット野菜、カット野菜じゃないよ、これはキャベツね、キャベツと、最近安く手に入れた時にね大量にカットしてね冷凍庫入れてるんです。白菜とお肉とネギ、以上です。シンプル鍋ですね。作っていきます。いや、邪魔しないでください。邪魔しないでください。と待ちます。外側パリパリします、ね。はい。日本の白菜。凍ってます。子供。ピチャ。ちょっと待って。八回。何ピチャ。多分ね、鍋できるよ。本日のお鍋。クラフトビールです。
ホップガーデンブルワリー、阿武隈高原の良質な手摘みホップをふんだんに使用したビール。いいんです、うん、皆様お疲れ様です。乾杯。いい香り。飲む前に。ビールを飲もうとするともちゃっちゃんの笑顔がより際立つ。好き。うまっ。めっちゃ好き。あ、いい匂い、ね、フルーティーな匂い。めっちゃいい香り。ペイちゃん、ここは天井当たらんから上大丈夫だよ、気にせず。うん、甘い。そんな感じです。うまそう。あ、うまそう。はい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 、はい、いい感じ。すごい匂い。これ美味しそうだな。いただきます。うん、あ、うまい。うまい。そりゃよかったっすわ。視線すごいよ。ここにも足りない。疲れ。どうぞ。1回目を飲めんかったもんな。クリアさん、2次会です。飲もうと思ってよっちゃんが外出たんで、今やと思って持った瞬間すごく軽かった。軽かったやろ。さあ、置いていたら飲まれるの分かってるもん。でそこにさ、ちくわ天あるからちょっと焼き焼きしようか。おいで。チーズ蒸しパン。たたん。磯辺揚げと、このね、ひじきと枝豆の。うまそう。ね、でしょ?だからさ、これを今から焼き焼きしてしっぽりします。しっぽり焼き焼き。日本酒やっぱ必要やったやん。持ってこればよかったね、日本酒ね。なんで、中将持ってきてよかった。どうする?油なんだけどさ。いらんよ。あ、もういい?このままで。コーティングされてる。まあ、確かにこれもちょっと油あるしね。ライトをちょっと暗いでしょ今。ダウンライトみたいな。そうちょっとね、明るさを落としました。食い物を察知したこのおデブめポアさん、あ、ピッツさん。顔合わせたらまた、いやで。ですよね。だと思いました。カメ見た今。ここカメ別カプっていけ。カプってカプっていけやれ。こっちだったわ。こっちだったわ。こったれ、こったれ。ペちゃん嫌がってんで。ほら、ペちゃん嫌がってんで。ポッちゃんにそういうことする人嫌い。ほんと聞いてんつ。コーラで腹いっぱいになってない。確かに700あったもんね。あ、でも全部飲んで。最後溜まってたから一口飲んだ。うまそう。チクあっけ。あげないよ。今日はいかがですか。もちもち。下寒くないですか。だがましい。全然寒くない。まあファンヒーターあるからな。先週よりは寒くないね。今のところな。だって11度。余裕。だからあれだよね、夜中耐えうる寒さなのか。まあだって10。布団入っちゃえば別に寒くはないから。14とかにして寝るから。うん。皆さんは毎回チェックシート作ってるんですか。絶対作れ。だよな。やっぱベル広いよな。広い。でも私たち夫婦とピッツポアだけやったらロッジぐらいの 3×4m で十分です。下のインナーマット、ここも冷たいんだ。
忘れてしまったわけなので、ちょっとだけいつもよりヒーターの温度を上げて寝ようと思います。今ちなみに幕内が18度。外がね、いや実際8度よりもうちょっと低いと思う。今で 7.9 度外。まあこんな感じです。よし。寝ましょうぜ、お主たち。8度ってことはないと思うね。ペちゃんもう寝てるな。ペちゃんさ、うまい具合に真ん中にはまって寝てるよね、それね。ああ、でも7度やわ。うん。ということで、今日はこのままおやすみなさい。なーに。なーに。なーに。なになになーに。おはようございまーす。昨日ね、火力セレクトじゃなくて、エコモードの、なんか14度ぐらいにしたらいきなりブチって切れちゃって。あれや、あの、エコセンサーが入って、そう。お湯が燃えるのを止めてくれたんだけど、そう。外で使うに限って言えば余計な気。そうなんだよね。あれじゃん。で、結局、18度の設定で寝て、そうで朝方4時ぐらいにトイレに乗って、うん、あっちは、そうだね、1度下げてやろうと思って17にして、うん、まあ、ちょうどよかったじゃね。で今回私たちペンドルトンもまた持ってきたんだけど、ペンドルトンでは暑かったから昨日ね ただのシュラフだけで寝て、まあいい感じだったね。昨日はいや半袖やったからまあ全然大丈夫やってんけど、それいつものスタイルは半袖スタイル大事半袖大事やね。今からご飯を、昨日ね余った鍋スープにお野菜足してラーメンします。朝ラーです。で福島県ではなんか一般的って言われるけど、朝ラー、うん、うん、朝早くからラーメン屋さん開いてるっぽいよ。今度行ってみる。水が出たのはね冷凍してるから。ちょっとダイナミックだったら、はい、一杯待ちましょうか。何？カンダナ。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 えね。好きなだけ食べて。いただきます。ザザザザザ。これペチャンだ。危ない。乗せたんだね。牛骨です。うん、うまっ。うん、ちょっともう気温上がってきたね、太陽出て。座座り、お座り、お座り、お手、はい、おかわり、おかわり、かこおり。ちょっとじゃあそれ撮ってる。おかわり、ピッチの方撮ってる。撮って、写って、お手、おかわり、おかわり、単語くるおー偉い、せっ単語ぺったーんぺったーん、はよ今日も行こう。ぺったーん、ごはん、あら、ちょちょ覚えてる。ぺたんごはん、よし、はい、はい、はい、えちゃん、バキュームやぽちゃん、いただきー。紙コップ持ってきました。めっちゃラーメンの匂いでしょいや、まだまだ飲みやすい。ラーメンするとラーメンスープ残っちゃうじゃないですか。でね、そのままはやっぱりキャンプ場もね捨てたらダメなんですよ。なんでそういう時は紙コップに入れて、100均で売ってるこのなんだっけ、乾燥剤みたいなやつ、固めるなんだ、そうそう、これをね入れて、うん、見せられるものではないんですけど、これでスープが、もう特にもいいの、うん、カチカチに固まったんで、あとは燃えるゴミで捨てるだけっていうね。これは皆さんなんだっけ、アマゾンとかではもうちょっとなんかこのゼリー状になるやつが、あの
あれだって大きく量がたくさん売ってるそうなんで、そっちの方が割安かもしらんから、それ買っていただいてもいいかも。はい、もちろん。私らはね、とりあえず100均で買ったやつがあるからこれ使ってる。ちょっと着替えました。今からね、また暑くなっていくんだと思うんですけど、さあ、朝ごはん終わって、今からちょっとね、片付け行きたいと思います。ね、半袖でいい、うん、見て、23.8度、ほぼほぼ24度、外がね、もうね、16度ぐらいになってきました。なかなかいい。ぴったり全部まとまりました。いい感じで、はい、ゴミなし、忘れ物はなし、はい、あ、もうすぐさて、取ります。よし、よいしょ、はい、ちゃっちゃ、はい、ちゃっちゃ、また帰ったら決めたシャンプーが、はい、では皆様、お疲れ様でした。お疲れ様です。すべて完了いたしました。めちゃかわいい、めちゃかわいい、めちゃかわいい、めちゃいこ。今回久しぶりのロッジテント、忘れ物しちゃいましたけども、ね、快適だった。そうね、快適だったね。ただ何でも、もう昼間の天気がいい時の対策を本気で考えないと死ぬ。もうね、春になってきて気温差がもうね、やばいです。20度の気温差があるので、昼と夜死にます。朝、昼はね、昼はマジやばい。そうだね、ちょっと気をつけないとっていうところではございます。ということで、今回の動画いかがでしたでしょうか。忘れ物したけど、まあ春に向かってきて、夜もそこまで冷え込まんかったから、なんとか乗り切ったよっていう動画になりました。楽しかったな。楽しかった、よかった。この動画いいと思いましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。モリーファミリー、インスタグラム、ツイッター、ブログやっております。下の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ見に行ってみてください。では皆様、次回の動画でまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバイ。